子どもたちのダンスの輪に加わる場面もありました。東京新宿区の認定こども園を訪れた秋篠宮ご夫妻は、段ボールを使った工作の様子を視察し、キリンさんを作っているのかな、これはカブトムシなどと声をかけたり、工作を手伝ったりして園児と交流されました。子どもの日にちなんだ施設の訪問は、天皇皇后両陛下が続けてこられた公務で、3年前に皇太子ご夫妻と秋篠宮ご夫妻に引き継がれています。